来年夏の参議院議員選挙について自民党県連は今日、鹿児島選挙区の公認候補予定者について話し合いました。候補は元参議院議員の園田周光さんと自民党県議団が推薦する岡園克三さん。誰を党本部に推薦するか今日で結論はまとまり、来週発表する方針です。自民党県連は来年夏の参院選の公認候補の予定者について、これまでに元参議院議員の園田周光さんと自民党県議団が推薦する岡園克三さんの2人に絞り、党本部に2人を推薦するか1人に絞るか協議が続いていました。今日午後、森山県連会長や選考委員会の野村委員長など4人が鹿児島市の自民党県連に集まり、およそ50分にわたり話し合いを行いました。終了後、取材に応じた森山会長は、結論が出てることは間違いありません。25日の日に選対委員長からもご説明をいただくということになります。どなたかというか、その複数になるかもしれませんし、来週25日に役員選対合同会議を開き、結果を報告するということです。